今この動画キャプチャーソフトはバンディカムというのを使っているのですが、枠を決めて、なんでしょう、キャプチャーする枠があるんですが、今それを動かしてしまったので、クソと言ってしまいました。この枠を動かしてしまうと画像が極端に落ちてしまうのです。まあ、続きをやってみたいと思うんですが、そうですね。今大体どれぐらいなのか、どれぐらいの容量というか、とにかくやってみたいと思います。茂木健一郎という人ですね。ここにも書いてあるんですが、結局この茂木健一郎というのは金をいっぱい貯めて、それをどう使っているのか。まあそれは稼いだ金を何に使うのか勝手なんですが、なんだろう、何一つこう納得いくような説明がないような気がするのです。ただ自分が知らないだけかもしれないんですが、ただ話し方など話すことなどを聞いて、テレビなんて聞いているとよく茂木健一郎はテレビに出ているので聞いているとあまり参考にならないなと思っています。具体的なことが一つもないのです。なんとなくよくなんで、そのフジテレビのクイズ番組のアハ体験とか言ってたんですが、何がいいのか、脳が驚くか、どういうふうにいいのか、光ポートグラフィーというたような名前があったと思うんですが、光ポトグラフィーじゃなくて、なんか、なんて言うんでしょう、頭に、なんて言うんでしょう、線みたいなのをつないで、で、脳の中に流れる血液の量を赤外線で調べる。赤くなればなるほど脳が活性化されるというようなやつがあるんですが、機械があるんですが、それを使ってアハ、なんとかアハ体験というのを見てみると、多分すごい、まあ、それで脳が活性化しているのかどうかというのはちょっとよくわかりませんが、まあ、実際その光ポトグラフィーという名前だったと思うんですが、茂木健一郎がクイズなどでよくやっているアハ体験というのはどういう変化が出るのか、脳の血量が増えるのか減るのか、全く意味をなさないような気がするんですが、脳にいいというのは音読で早く読む文字を読むことと、それと単純計算を早くやることというのが脳が活性化されるということです。あと川島さんのは違ったことで言えば、バイクを運転すると脳が活性化されるというようなことも言っていたんですが、これはちょっとよくわかりません。茂木さんみたいな感じがするんですが、ただ本当に単純計算、まあ音読、一番の方が活性化するのは音読で早く文字を読むことだそうですが、それとあと単純計算というのは、やっぱりこれは実際自分でやってみると効果があるなと思うんですが、茂木健一郎のそのアハ体験というのは、やれば、どうなんでしょう。やれば、そんだけ脳が活性化されたって、やっぱり思っています。やったことはないんですが、何度もやらなければいけないと思うんですが、具体的にどうやればいいのかというのはちょっとわからないのです。ビデオで同じところを見てもしょうがないですし、そうですね、このパソコンですが、データ時はいろいろ、まあデータ時はセレロンとか、あとペンティアムの、そうですね、最先端でして HT テクノロジーっていうんでしょうか、擬似的に CPU が2つあるように見せるというやつですが、それを搭載していました。でメインメモリが初めて 1GB、メガバイトから 1GB 単位が変わったので、非常に、なんでしょう、マイコンピューターのシステムから前、メインメモリーの量を何度も確認しました。ハードディスクも
まあ、この当時はそれほど、まあ、80GB のハードディスクが出ていたんですが、これは随分多いなと思いました。前に使っていたその、ソーテックのテレビでよく CM を流していたパソコンだと、CPU がセレロンの 400MHz で、メインメモリが 64GB、64MB だったんです。そう考えるとすごい進化がしたなと思いました。今だともうこれだと、そう、なんとかインターネットは使えるとは思うんですが、非常に重いです。まあ、ちょっと前まで使っていたんで、2010年の1月ぐらいまでは、2月、3月ぐらいまでは使っていたんで、使えないことはないんですが、YouTube のハードディスク、ハード、ハイビジョン動画、フルハイビジョン動画、1080p というやつだと、画面がカクカクします。ただ、YouTube のハイビジョン 720p だとなんとかさ、カクカクしないで再生することができましたが、竹中さんはいろんなところで批判されているんですが、一番やっぱ説得力ある人だなと思いました。で、言っていることもそうなのかなというような感じがするのですが、でもなんとなくイメージで悪者になっているところが出てきてしまっているのではないかなと思いました。まあ、この続きをまたやってみたいと思いますが。